ただいまご紹介に預かりました、えー、埼玉県川口市にある芝、まあ、園団地で、まあ、自治会事務局長を務めてました、まあ、もう元になるんですけれども岡崎裕樹と申します。で本日は日本で暮らす外国人と共生する未来地域と外国人の交流する空間を考えると題して、まあ、外国人の方が集中している芝園団地の、まあ、実態をご紹介しながら 外国の方と日本の方が隣近所で、まあ、共生していく未来を考えたいと思うんですが、えー、スライドがですね <laughs> 出ていないと <laughs> 少しお待ちください無事にスライドが出てきまいりましたあのー、まあ今ここの芝園団地は外国の方が集中しているわけですがこの皆さんが今ご覧になってるこの写真なんですけども右側がこの団地に40年以上住んでいた日本人の方そして左側が まあ、若者の外国人の方で、この2人があの芝生の団地で最大のイベントである夏祭りのやぐをこう一緒に組んでる写真ということで、この団地の自治会が目指してきた姿を端的に表しているということで、よくご紹介しています。まあ、しかしなんですね。私は2013年からこの団地に関わり始めてまあ、10年以上経って思うことは？ やはりこの関係を築くのが、まあ、いかに難しいかということをこう実感してきたのもこうまた事実でありますではそれがなぜ難しいのかそしてその難しさを踏まえて何をしてきたのかということがやっぱり外部の方にはなかなか伝わりにくい面があるので、まあ、本日はそんなことを中心にお話ししていきたいなと思ってますで本日のテーマである、まあ、隣近所の多文化共生 という言葉を使っていきたいんですけれどもその隣近所の日本人と外国人の方がどのような関係を築いているのかというふうに、まあ、言葉で使っていきたいわけですねでどのような関係というのを2つに分けたいと思いますでまず隣近所の日本人と外国人の方が生活トラブルなくお互いに静かに暮らせる関係を共存と定義してそしてお互いに協力する関係を共生と定義して この共存と共生という2つの言葉から芝の、まあ、団地の実態をご紹介していきたいと思っています。で本日の発表ですが、ま,あ、まず簡単に、まあ、日本の外国人数の現状とかをご紹介して芝の、まあ、団地をご紹介します。そして共存、共生の取り組みをご紹介した上でまとめていきたいなと思っています。でまず、まあ、日本の外国人数の現状と推移です。でこちら。 日本の市区町村別外国人住民数トップ10 2022年ということになります日本の自治体市区町村というのは政令市を区に開いた場合ですけれども約1900ぐらいあるというイメージですそのうちのトップ10ですで私が住んでいた埼玉県川口市はですね実は日本で一番外国人の方が多い市になっていますであとご覧になっていただくとやっぱり東京23区 が非常に多くて、まあ、外国の方が都市の近郊、もしくは都市にやっぱり住んでいるということがよくわかります。そして、こちらは外国人住民比率が高い自治体トップ10になります。2022年です。 で先ほどのとおり約1900ぐらいの自治体になるわけですけれどもで一番多いです、ね、比率が高いところは一番左の下なんですけれども大阪市の生野区ということでこちら21.2%ですから5人に1人がまあ外国籍の方そして真ん中の上ですけれども群馬県の大泉町、まあ、こちらも18.8%ですから5人に1人ぐらい。 で他見ていただきますと、まあ、10%を超えているところ10%近くのところありますからやはりその外国の方もう10人に1人が外国のです、ね、席の方がまあいる自治体というのがあるわけですでこれ全国的にやっぱりどんどん比率が高まってまして、まあ、外国の方が日本全国で増えてきていることがわかります。 でこちらちょうどですね今年、日本の将来推計人口というのがまあ出て、まあ、皆さんご存知かもしれませんけれどもちょっとこれをご紹介したいと思います。ま,あ、まず青の方ですけれども2020年、日本の総人口は1億2610何万人ぐらいだったわけなんですけれども2070年になると、まあ、8700万人ぐらい。 そしてまあさらにその50年後、2120年になるとで、ね、5000万人切ってくるという推計が出ているわけですねで。これが総人口ですでああ、オレンジの方がですね外国人人口ですが外国人の方は2020年に275万人ぐらいが50年後、2070年に940万人そして、2120年には850万人ぐらいになるという推計が出ております。 で当然、総人口における外国の方の割合は増加していくわけで2020年に約 2%2070 年に11%ぐらい20120年には17%ぐらいになるだろうという推計が出ているわけですね。でまあ、あのもしかしたらです、ね、本日のこの芝園男子のお話 ご自身の隣近所に外国人の方が多く住んでるよという方ばかりではないですから、まあ、きっと現状ではもしかしたらいや外国の方が住んでるところっていうのは結構大変だよねってある意味その対岸の火事みたいにこうお感じになられる方もいらっしゃるかもしれません、まあ、しかしですね、まあ、先ほどご覧になっていただいた通り、まり、あ、すでに外国の方日本で増えていますし、まあ、推計上もまあかなりですね外国の方どんどん増えてくるということは見込まれております ですから、まあ、本日のお話というのも決してこう皆さんにとって対岸の火事ではなくてですねこれから皆様の隣近所で起きてくることを、まあ、私が経験してきたことをお話ししているというふうに、まあ、ご理解いただきながら聞いていただけると嬉しく思いますでまず芝園団地をご紹介したいと思いますでこちら芝、ね、園団地を、まあ、航空写真ということで上から撮ったものです芝園団地は1978年 今から45年前に入居を開始した総戸数が2454戸。まあ、最大で約6500人ぐらいが住んでいた大規模な団地です。で、この団地の敷地の広さですけれども、まあ、約10万平方メートルあると言われています。まあ、あの、これだけだとわかりにくいということで、よく東京ドームで表すとですね、2.2個分と。これでもちょっとわかりにくいと思って、どうだったらわかるかなと思って考えてきたんですけど、皆様が一番端の1号棟から、 まちば端の3号棟まで普通の速さで歩いてまあ8分から10分ぐらいかかる広さだという感じの広さですね、まあ、結構広い敷地に団地が建っていますでこの団地の場所実はとても貴重なんですね1964年世界で初めてこう走った高速鉄道の新幹線の車体を作った工場の跡地に建てられております もともとは芝園団地の敷地のあったところっていうのは日本車両が工場を持ってたんですねでその工場であの新幹線電車先頭車両が黄色の丸のやつですねあの車両を作ったところでですね、ここからまあ世界初の高速鉄道の車体が出てってますので、まあ、世界的にもとても貴重な場所なんですで、まあ、2019年には新幹線電車発祥の記念碑を建てましたので、まあ、新幹線が好きだとか 電車が好きだっていう方はですね、ぜひ一度芝園団地にお越しいただければ嬉しく思います。で、こちらはあの芝園団地をですね、まあ10回ぐらいから撮った写真なんですけれども、芝園団地は一番高いところが15階建てになっています。まあ、1978年に15階建ての建物っていうのはですね、とても珍しかったそうです。 ですから、この団地が建った時ですね、あの、この初めて、この団地に住み始めた時にあ、住み始めた方々にお話聞いてみると、いや、こんな家賃高いとこ住むんだって言われたとか、ほんと住んでて誇らしかったんですよっていう方がいらっしゃるぐらい、当時は本当最先端でこう、モダンな団地だったわけです。で、団地の敷地の中には、幼稚園、保育園があります。 で昔は小学校、中学校がありましたこれ児童・生徒の減少で並行してますで公民館があって体育館があって運動場があって公園が2つありますでさらに、えー、商店街も併設していまして商店街のスーパーは、まあ、現在24時まで開いてて非常に便利ですでこの敷地から、えー、最寄りの駅までが約徒歩8分から10分ぐらいで最寄りの駅から東京駅までが電車1本30分ですから まあ東京近郊で駅地下そして施設が充実した非常に便利な団地なわけです。 でですね、まあ、部屋の広さどれくらいかっていうと50平米ぐらいで 2DK、3DK のファミリータイプが主流だと聞いています、まあ、50平米ちょっと分かりにくいかなということで、まあ、お子様が2人ぐらいいらっしゃると、まあ、あのちょっと手狭かなということで引っ越したくなるぐらいの広さだと聞いていますでこの写真は実は私が今年の6月に引っ越したんですがその,あの片付けをした後にですきれいになったんでせっかくだから撮っておこうって撮った写真です、まあ、私 1LDK に住んでたんででたすけど、 まあ見ていただいてもですね、そんなに別になんかこう汚いわけでもなく、まあ畳の部屋なんかもありまして、あの、まあ昔から住んでらっしゃる方が引っ越すと部屋もリノベーションしておりますから、まあ結構綺麗で住みやすいっていう感じです。で、先ほど商店街があると申し上げたんですけども、その商店街にあるですね、例えば外国籍の方が主に使ってらっしゃるような保育施設があったり、で、アジアの物産展もあります。 でその物産展の横にあった自動販売機には自動販売機の中に例えば中国とか韓国の飲み物が入っているようなこう自動販売機が多文化になっている多文化自販機なんてものもありましたで中国の東北料理なんかもありますで現在、まあ、約20店舗ぐらいあるんですけれどもそのうちの半数以上が外国籍の方が経営している店舗になっております でこちらのグラフは柴園団地がある柴園町のまあ人口の推移になっています、まあ、左側が日本人の方で、えー、1997年にまあ約5300人で現在2000人ですで外国の方97年に200人現在2600人ぐらいですつまりこの26年で日本人の方が3000人減少して外国の方が2400人増えました 当然、総人口における外国人の方の割合も増加してまして、4%から56%まで増加しています。まあ、つまり、芝園町の約6割が、まあ、外国人の方になってきて、まあ、地域の多文化が進んできているわけですね。で、この芝園町の住民の年代の割合を見ますと、まあ、30代以下、若者、子育て世代が主に外国人の方です。 で外国人の方のうちもう大半が中国の方と思っていただいて結構です。で、まあ、日本人の方1978年の入居開始当初に30代の方、まあ、45年経って70代ですからやっぱりお年寄りされている方が非常に多い状況です。まあ、つまり、日本人住民のの高齢化化と地域の国際化が進んだ、 将来の日本の縮図のような場所が芝津の団地であるとよく申し上げていますあのですから先ほど申し上げた通りですね、皆様の隣近所でこれから起きるであろうことを、まあ、先行して経験してきた場所ですから、まあ、本日のお話も多少なりともご参考になるのではないかなと思っていますで、まあ、先ほど外国の方主に中国の方だと申し上げましたがその特徴を簡単にご紹介したいと思いますまず30代以下若者子育て世代であること IT 企業に勤めている、まあ、サラリーマンのような方が非常に多いですねで学歴は大学大学院をご卒業されているような方が多くて、まあ、子育てに対する関心が非常に高い方が多く住んでいます。 で皆様が報道等で外国の方をご覧になるときは、やはりこう技能実習生が人権侵害されているだとか、非常にまあ困難を抱えている外国の方がま報道では取り上げられやすいんですが、この芝園団地に住んでいる中国の方に限って言えばです、ね、まあ、少なくともあの基本的には生活に困ってないんですね。 でむしろまあ言い換えるとです、ねまあ、日本人のまあ20代後半から30代の人とそんなに変わらない人々が住んでいるというのが一つの特徴ですでもう一つの特徴がまあ一番下になるんですけれども大体23年ぐらいでこう引っ越して入れ替わっている印象です、まあ、この芝園団地はもともと全部賃貸の物件ですから引っ越しが激しいというのはまあ誰でもそうなんですが、まあ、外国の方も23年ぐらいで入れ替わっているかなという印象です ですから、まあ、新しい方が引っ越してくる人間関係を築こうとするやっと人間関係できた引っ越してしまうとで新しい人が来るみたいなことが、まあ、ずっと続いているような、まあ、そんな一つ特徴がある団地です,でです、ねあのまあ、外国の方が増えた地域というのはです、ね、やはりこう生活習慣の違いによるトラブルが起きやすくなるとまよく言われています芝の団地でも起きました、まあ、そちらの点も簡単にご紹介したいと思います。 こちら私が2014年に住み始めた当初に、まあ、あ,のある日のゴミ捨て場を撮った写真の1枚です、まあ、あのもちろん一番ひどい1日を撮ったものですから毎日こんなことあったわけじゃないんですけどやっぱりゴミが散乱しているだとかゴミが分別できないだとか、まあ、手前には粗大ごみ不法投棄の粗大ごみの問題ですね であ2010年頃なんですけども、あの空からゴミが降ってくるって問題が起きたと聞いています。で例えば、15階からの窓やベランダからですねゴミを開花に投げ捨てる人が出てくると、と、まあ、そんなゴミの問題が起きたということがありました。 でこれはですね、まあ、お子様の飛び跳ね音の注意書きですから必ずしも日本人と外国人の方の問題ではないわけなんですけれども芝沢の団地の人口構成がお年を召された日本の方と若者の外国人という状況になっておりますから、まあ、子どもがうるさい外国の方の子どもがうるさい外国の方がうるさいということにどうしてもつながりやすいまあ環境が今、あ状況としてあるという形なんですね。 こちらは団地の公共スペースにあった机とベンチなんですけれどもご覧になっていただきますとあのです、ね、外国の方に対するです、ねまあ、心ない落書き例えば中国人帰れようなです、ね、心ない落書きが書かれた時期があったのも事実であります芝の団地は2010年に、まあ、ある週刊誌にこうチャイナ団地というふうにまあ揶揄されて書かれた時期がありましたこの前後なんですけれども、まあ、いろんなこう報道の中で 外国人の方が増えて問題が山積みした団地であるというように報道されるようになりましたでそうすると、まあ、どんな団地か見てやろうということで結構外部の人が出入りした時期があるんですねでそういった外部の方の出入りが激しかった時期と、まあ、こういった落書きが書かれた時期っていうのはある程度一致しているので、まあ、こんな問題が外部から持ち込まれたことがあったというのも事実であります、まあ、外国の方が増えた結果としてなんですけども ご紹介したようなこれまでになかった生活トラブルが増えてしまっただとか外部から落書きのような問題が持ち込まれてしまったとで元から住んでる人からするとちょっと迷惑な隣人が結果としては増えているなと感じやすくなる環境が生まれてしまっていたというのが起きた現象としては事実であります,でです、ねまあ、話ばっかり聞いていても面白くないだろうということでちょっと簡単なワークというか、まあ、皆さんに考えていただきたいというような問いかけをしたいと思います でこれ皆さんにご、えー、質問したいんですけれどもこう自分とは違うなという感じる人に関わったときにその人に対して嫌な気持ちを抱いたことはありませんかという、まあ、質問ですで相手は別に外国の方だけじゃなくて結構です、まあ、日本人の方でも構わないんですね、まあ、あの例えばですけどタバコを吸う人と吸わない人が同じ場所にいた場合は タバコを吸う人は吸わない人が隣にいると吸いにくいでしょうし、まあ、タバコを吸わない人は多分煙の匂い勘弁してほしいなって人もいるでしょうとでこのように自分とは違うなと感じる人に関わったときに何かこう嫌な気持ちを抱いた経験はありませんかっていうことを考えていただきたいと思いますよ、まあ、ければちょっとど,どなたかです、ねまあ、それをちょっと教えてほしいということでこれからちょっと3分ぐらい取りたいと思いますのでちょっとお考え,し、えー、考えてみてください。どうぞ せっかくですからオンラインで聞いていただいている方はチャット欄にお考えを入れていただけると嬉しく思います。 そんな難しい話ではなくて、ですねああこういうことあったなとか、その程度の話、全然結構ですので、ああせっかくですので、何かこういう経験して嫌だなって思ったことがないかっていう考えてみてください。あと30秒ぐらいですかねあのぜひですね。 お話ししてもいいよという方いたら準備しておいていただけると <laughs> ありがたいですもしくはあのオンラインで、えー、見ていただいている方はあのチャット欄にぜひこういう体験があったよというのを打ち込んでいただけますとありがたく思いますはいじゃあ30秒ぐらい経ちましたのでぜひですねちょっと皆さんの中でいやこういう体験ありましたということをお話ししてもいいよという方いらっしゃいませんかね。 どかいませんか皆さんあんまりあいいですかあじゃあちょっとあの方にあのマイクをすいません。えー、えー。あ簡単な話なんであ。全然簡単で結構です,あーですけど。あのえー <laughs> 外国人と思われる方が、えー、街を、えー、普通に歩いてるんですね、向こうはね。で、えっとまあ、旅行者かどうかはわかんないんですが、あえっとまあ、仕事ではないなという感じで,で、かなり体中に入れ墨をされてるっていうのがあるんですね。 えー、入れ墨っていう、えー、価値観で見てしまうからかもしれないですがタトゥーにな慣れてないもんですから、えー、すごく怖い気分になるんですねでもその人と関わったわけではないので本当はどういう人か分かんないんですが、えー、体格もでかいしえー、で何か何、えー、だろう、えー 何も周りを気にする気配もなくえっとまあえー、暴れてるわけではないんですが、えー、堂々と歩いていらっしゃるので,でちょっと近づきたくないなみたいな感じを思うことが時々ありますありがとうございますタトゥーですよね自分はタトゥーしないし まあでタトゥーしてる人のこう印象がちょっと怖いなっていうところがやっぱあって、それもタトゥー文化の多分違いですかね、タトゥーをどう捉えるかっていうのもあるでしょうし、タトゥーそのものをつけるっていうことに対するまあ自分の印象の違いがあるということ、れ多分この一つの違いだと思うんですね。あ他にあのオンラインからいただいたところですけど、コロナの期間に電車内でマスクをしない人が隣に座ったとき、これもまあ自分はマスクしなくていいと思ってる、マスクしなきゃいけないって。 このマスクの問題も一つ大きなところありますよね。であと、ラーメン屋さんで隣の人がくちゃくちゃと音を出して食べていたと。これありますよね。あのー、口を閉じて食べなさいよと思う反面、まあ、あの元気よく食べてらっしゃる方もいて、これも多分一つの,その食べ方の違いなんですよね。で、まああのー、今あのいただいたタトゥーの話も多分 タトゥースそのものの捉え方も世代によっても違うでしょうし、まあ、多分国によっても違うでしょうしあのコロナのマスクの件も。 まあ、コロナの期間中は指揮しなきゃいけなかったのかもしれないですけども、まあ、現状ですとするしないというのも分かれていますし食べ方もそうですで実はあの、まあ、このご質問をさせていただいた、まあ、皆さんに考えていただいたというのはやっぱりこう私たち別に日本人と外国人だから違いがあるわけではなくて一人一人の中にやっぱ考え方の違い捉え方の違いそれ違いがあるということなんですよね。でその違いって 日常生活、暮らしていると難しいなと思うことって結構あると思うんですで、そのことをちょっと皆さんに振り返っていただきたいということで質問を差し上げました、でそれを踏まえてなんですけれどもこちら総務省が2006年に地域における多文化共生というのを定義、次のように定義しています。 で国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていくことと,こと,と定義してるんですねでちょっとここで考えたいのが互いの文化的違いを認め合いっていうことなんですで例えばですね、えーまあ、あ,のあ,ある外国の方があ伝統衣装を着てますとインドで言うとサリーとかですかねでベトナムで言うとアオザイとかでああいった形だとかあと宗教的に 例えばイスラム教の方が全身黒ずくめの着ているとか多分その服の違いとかっていうのはあなるほどとあの国はあの宗教はこういうものをかぶったりこういうの着たりするんだなって頭で理解すれば十分に受け入れられる違いなんだと思うんですよねでも文化的な違いを認め合うと言っても今皆様にもお考えいただいた通り多分いやこれって別に文化的かどうかは別としてですね 違い、これは私心と体が追いつかない違いってやっぱりありますよねっていうのが多分私たち一人一人の中にそういうものがあるんだと思うんですでいいか悪いかはこう別の問題としてですねやっぱこう総務省の定義からすると文化的違いを認め合うとはいうものの頭で理解すれば十分受け入れられる違いと 心と体が追いつかない違いっていうのはやっぱりあるっていうところはどっかでやっぱ頭の片隅に置いとかないと、まあ、文化的違いを認め合いましょうというだけではやっぱ難しい問題なんだなってことが、まあ、ちょっと申し上げたいところの一つとしてここを触れさせていただきましたでまあこんなことでですね芝園団地で具体的にじゃあ共存への取り組みどんな対策をしてきたのかという話です で、まあ、よしやしは別の問題としてですね、日本人と外国人の方の間に、やっぱり日本と母国の生活習慣の違いがあるわけです。で、その違いが、隣近所に住み始めると表面化するっていうことなんだと思うんですね。で、今日は3つ事例を挙げてみました。で、一番上は、あ騒音の問題です。まあ、日本人の方、まあ、夜は夕食召し上がった後に、まあ、家にいるよって方が多いと思うんですけど、まあ、外国の方、 国や地域によっては夕食後に、まあ、夕涼みとしてですね外にこう出られるような地域とか国もあるわけですでこのそんな問題、私よく分かりましてこの写真なんですけれども私のもともと住んでいた部屋から中央の広場を撮った写真になりますでちょっとここご想像いただきたいわけですね皆様が夏の暑い日最近ですかね で、まあ、窓を開けて涼みながら夜10時、11時ぐらいにこうテレビを見ていたとしますでそうするとこの中央の広場から夜10時、11時ぐらいに子どものワーキャーが聞こえてきたりとかあと笛のようなものでこうピッピッピッとか結構ですねこうまた囲まれてるんで響くわけですよで私がちょっとテレビ見てると、まあ、音量上げないとちょっと聞こえないかなって思う一日があったっていうのもう事実なんです。 で、まあ、私ある日、ですねちょっと下に降りてってあまあちょっとそこのいる外国の方と話してみたことあるんですね、まあ、私、ここに住んでるんでちょっとうるさいんですよねって話で、まあ、声かけてみたら日本語話せる外国の方で何ですかみたいな感じでこう来たわけですね、いやちょっと私、ここの上住んでましてちょっとうるさいんですよねって言うと、えそうなんですかとで母国ではこれって結構普通のことなんですよっておっしゃっていや全然本当に悪気ないわけですよ。 で私が普通にあちょっとうるさいんですって説明したらあ分かりましたって言って、まあ、お子さん連れて普通に部屋に帰っちゃいました本当にですね多分悪気ないんですねでただやっぱりそれを迷惑に感じる人も、まあ、いるという、まあ、こういったこの違いによる難しさがあるわけですねで真ん中あこれ料理の匂いの話です、まあ、日本が醤油や味噌だとしましょうと、まあ、外国、まあ、例えば中国であれば発覚だとか結構油の香りが強かったりします でこの写真ですけれども芝、えーまあ、園団地の私のもともと住んでいた部屋の前を撮った写真なんですが共用廊下なんですねで共用廊下側に排気口があるので、まあ、排気が出ますでそうすると共用廊下を伝って例えばまあ私の部屋とかに隣の家の料理の匂いが入ってきたりするわけですよで、まあ、もちろんですね外国の方ですから使う香辛料つ違うのしょうがないと思われる方もいらっしゃると思うんですが ただですねこれよくよく想像してみると、まあ、自分も住んでみて分かったんですけど旅行先でエスニックな香りを嗅いで1週間、まあ、ああこんなことあったねっていう経験の話じゃないんですね毎日、夕食の時間にこれ香辛料と思わないでいただいてちょっと想像してみていただきたいのがご自身の苦手な香りが部屋の中に充満していたらどうだろうかっていう話なんですよこれよしあしの問題じゃないわけですね。 この香りが苦手だなって人にもしょうがないしでかつ強い油の香りなんかが自分の部屋に充満するとなんか服についたら嫌だなとかって思っちゃう瞬間がやっぱあってあの香りが苦手だ,だけじゃなくてなんか困りごとが部屋の中にこう持ち込まれている感覚になりやすい、まあ、そんな状況になっているわけですねもちろん外国の方全然悪気なくご、まあ、母国の香辛料とか使っていらっしゃるわけですよただ違いが難しさを生んでいるってことです で最後がゴミの分別です。まあ、日本は1970年代からゴミの分別が始まって4050年の歴史があるわけですね。まあ、しかし、ですねこれ皆様の中で、まあ、市区町村をまたいで引っ越した経験のある方はお分かりだと思うんですが、日本は市区町村ごとに分別の仕方が違いますから、引っ越した先で分別慣れなくて大変でしたなんて話は別に普通に聞く話ですね。まあ、日本人だからできるわけじゃなくて、やっぱり慣れも必要なわけですよ。で外国の方 やっぱ分別制度ない国とか地域ありますから初めて来日したときに急にできるとは限らないわけですねでさらにちょっともう一歩踏み込んで考えたいわけですじゃあ、外国の方が来日してから地域で住み始めるまでにゴミの分別の話をどこで聞くんだ理解するんだって話なんですよ来日しますパスポートコントロール取って税関通りますねと絶対にここでは分別の話聞きませんね ということですね。次にじゃあ電車乗って、例えばまあ居住先の市区町村に来ましたと。とで、当然、えー、市区町村の転入手続き、中長期滞在者の方あるわけですね。まあ、例えば市役所に行きます。で、そこであのー、まあ、多分普通のケースというのは？ あの母国語に翻訳されたまあガイドブックとかご,ごみの分別の仕方のまあパンフレットみたいなのを渡されてまあこれ、日本の分別大変ですから読んでいてくださいって言われるのがまあそれで渡されて終わりだと思うんですねでそうするとまあ2つ多分こう問題というか状況が生まれてまず渡されたガイドブックを家に帰って見るか分かんないってことこれ、いいとか悪いの問題じゃないですね最近そういうものあんま読まないですからで2つ目がこれもちょっとご想像いただきたいんですけど ご自身が全くやったことないことをいくら母国語で読めたとしてもそれを例えば2ページ3ページの分別の仕方書いてあるので読んでできる人いたら結構これ私優秀な人だと思うんですね、まあ、つまり転入手続きでさえも外国の方は分別の仕方を理解できている方法っていうのがあんまりないっていうのが現実の問題だと思いますでさらにまあご自宅を借りるときですね じゃあ、ご自宅借りるときに分別の仕方ってちゃんと業者が説明してくれるかどうかわかんないわけですね。だから、まあ、来日してから地域で住み始めるまでに、外国の方は分別の方法を理解する機会がほとんどない。まあ、まあ住み始めてるので、分別にやっぱ最初できないっていう状況が生まれるってことだと思うんです。まあ、いずれにしてもなんですけど、ポイントの一つ目なんですが、 日本と母国の生活習慣の違いというものは元から住んでる日本の方の方が違うものを持ち込まれる立場にはなるので生活トラブルが起きたなと感じやすくなりやすいってことですね。で私が見てきた限り外国人がってところよりもむしろ迷惑な隣人が増えたなってやっぱりなりやすい状況になっちゃっていてこれ日本と母国の違いによって起きているものですからこれ要因が構造的なんですね、まあ、対処せざるを得ないってことだと思います。 で、まあ、そこでですね芝園団地ではあこういった形でゴミ捨て場をステーションでしっかり囲うことによって散乱しないだとか分別の掲示も、まあ、当然ですけど日中 A の三角語にするだとか、まあ、イラストも多めにすることによって初めての方でも捨てやすいようにし,よしてきたってことです。先ほどの通り 外国の方が来日してから地域で住み始めるまでに分別の仕方たを1つとってもちゃんと理解する機会ないわけですからいずれにしても初めての方が捨てやすい工夫が必要だということですで私が見てきた限りですけれども外国の方は別に日本人を困らせようと思ってです、ね、分別しないわけじゃないんですちゃんと理解する機会がない経験もないそういった初めての人々が捨てやすい工夫がいずれにしても必要だということだと思います まあ、とはいえなんですけど2010年芝園団地ではやっぱりちょっと生活トラブルが一番悪化した時期なんですねでこの時期やっぱり日本の住んでた元から住んでる人も耐えられなくなって2011年には自治会と UR と市役所で3社で協議をしましたでそこの中で芝園団地の敷地の中にある、まあ、UR の管理サービス事務所というのがありましてそこに通訳者を置いてほしいって要望したんですね でまあ、あの初めてこの団地に入居する方はまず UR の,この管理サービス事務所に行って鍵を受け取ってから部屋に行きますその鍵を受け取るときにこの団地での最低限の生活習慣は中国語でちゃんと伝えるようにしてほしいというふうに、まあ、自治会側から要望したんですねで2012年には、まあ、あのこの管理事務所に中国語を話せる方が配置されるようになってでそうすると入居手続きが例えば 中国語でされるようになったで張り紙も日中両語になった、まあ、そういった中でやっぱりトラブルはどんどん減少していったというふうに聞いてますで、まあ、こういったですね外国の方が住み始めた時にいろいろ生活トラブルを起こすみたいな話になるといやに2では5にしたがりだろうとこういう話がやっぱ出てくるわけですねで私はこの団地に、えー、初めて住んだ時に、えー、中国の方に今言われて結構衝撃を受けた話があるんでご紹介しておきたいと思います ある日、中国の方がですね、私にいや、日本の人は合にいれば合に従えって言うでしょうって言われていや、あなた、しょっちゅう言われて大変でしょうって私がその方に申し上げたらその方が嫌ねと別に合に従いたくないわけじゃないんだと別に従っていいっておっしゃったわけですねで,でもって続いてじゃあ日本の人はその合をどんなものかちゃんと説明してくれてますかとで私にとっては初めてのことなんだからいや、説明してくんなきゃ分かんないでしょって言われて いや私確かにって結構衝撃を受けたんですね。で、衝撃を受けて UR の管理事務所で注意書き配ってるって聞いたんで、まあ、見に行ったら、これが左側にある、まあ、A41 枚の中国語で書かれた注意事項だったわけですね。でこれちょっとまた、ね、皆さんですね、ご想像いただきたいわけです。ご自身がしたことないことを、いくらですよ、母国語で読めたからといって、この A41 枚の 過剰書きで書かれた注意書き読んでできる人がいたら私、結構すごいと思いますしでさらに、例えば芝園団地がある川口市の粗大ごみの捨て方なんですけども所定のシールを買ってで市役所に電話してで引き取りの日にちを決めてまたシールを貼って取ってもらうんですがそのシール、どこで買いますかっていの書いててあるんでですね、まあ、例えば公民館で買ってくださいって書いてあるんですよ 初めて来日した人からですよ公民館ってそもそも何だから始まるわけですよねだとすると、まあ、やっぱり母国語に翻訳して読めることと内容を理解できることは別の問題なわけですねだから合にいれば合に従いが正しかったとしても相手にその合が伝わってなければどうしたってそれは従いようがないということで芝、まあ、園団地はですね外国人向けの自治会冊子っていうのを作ってみましたって話です で、まあ、ポイントは2つですで先ほどのような文字だけで過剰書きでこうしてくださいって書かれていたことしたことないことってやっぱりどうしても文字だけだとイメージしにくいですよねということですね、まあ、ですから、まあ、難しい話ではないですけど、まあ、イラストを多めに使うことによってパッと見て直感的に理解できる部分をまず増やしたということですでもう一つ、えー、中国ではこうかもしれませんが日本ではこうですよと。 どうしてそうしてほしいのか理由を書けるところは書きました。で例えばなんですね。あのー、子供の飛び跳ね音がうるさいから静かにしてくださいって注意書きを書いたとします。そうするといや子供ってうるさいよねってなって、でそういう一般的な注意というのは多分ですね記憶からすぐ抜けちゃうんですね。忘れちゃうと。で,でもその書き方をいや中国の床の壁は厚いかもしれないけど日本の床の壁は薄いんですと。 でだから飛び跳ね音に気をつけてくださいって書いたとしますで書いたんですけどでそうするとどうなるかっていうときっとですね中国の方もあ日本と母国の違いで起きている、まあ、飛び跳ね音の問題なんだなって理解ができるわけですねで理解ができるから記憶に定着して記憶に定着するから人の行動というのは変わっていくはずなんですで私たちは別に 一方的に何かこう注意したいわけじゃなくてやっぱり最低限の部分ここは理解してほしい記憶に定着して行動を変えていくようなプロセスをどう作っていくかってことが大事なわけですねでポイントだと思うんですけど伝えるから伝わるにしていくってことだと思ってますやっぱりですねどうしてもいや翻訳してガイドブック渡したでしょとかここに日中両語の張り紙貼ってあるでしょとなんで見ないんですかって言いたくなるんですよいや私だって言いたくなるんですでも 一方的に伝えて終わりっていうのは相手にその業とかしてほしいことは伝わってないかもしれないとだからやっぱ私たちがしなければいけないことはあの伝わるように伝えていくこと相手が理解できるように情報を提供して記憶に定着して行動が変わるような一連のプロセスをちゃんと意識した情報伝達の仕方を考えていかなければいけないってことだと思うんです芝園団地では、まあ、あのいろんな工夫をしてきたことによって 昔から住んでる日本人の方がまあ昔よりはだいぶ住環境良くなったよねとおっしゃるぐらいにはなりましたまああの生活トラブルなくお互いに静かに暮らせる関係を共存と定義した場合にこの共存ぐらいには近づいてきたなと言えるのが芝、まあ、園団地の実態ではないかなと思っておりますでちょうどですねおの。おおお 休憩の時間がちょうどいいところでありましてここで次強制やりますけどじゃあここで、えー、と休憩を5分取りたいと思います。 挨拶できる関係の人をあげられるだけ挙げてみてくださいという形です。まあ、別に寮の方は寮でも構いませんし実家の周りでも構いませんで大家さんとか右隣の家の人などで構わなくて具体的な名前じゃなくて結構ですで数え終わったら何人だったかっていうのを、まあ、ご自身の頭の中で数えるかメモしてみてください。じゃあこれから1分間撮りたいいと思いますどうぞ オンラインの方はぜひ数え終わったらチャット欄に何人って入れていただけたいと思います。会場の方はあの何人ぐらいでしょうかって手を挙げていただこうかな,うかなと思ってます。 残り10秒ぐらいですかねあの別に数が多いから勝ちとかそういう話じゃありませんのであ,のありいに何人ぐらいだっかっていうのを教えていただければと思います、はい、ではですね、えーとまあ、オンラインの方はチャット欄に入れていただいて会場の方はあ手を挙げていただければと思います、えー、とじゃあ隣近所で挨拶できる人10人以上いましたという方は手を挙げていただいてけよろしいですか 今日はすすごいですね半分ぐらいは10人以上ですかね、ちょっとじゃあ30人以上とかっていいますか、おいますね、まだ、今、2強ですかね、じゃあ50人以上、お一番あの優勝ですあの、優勝した方でって何かあるわけじゃないんですけど、50人は非常に多いですね、あので今は、まあ、今大体30人以上がお2人、50人以上がお1人、で10人以上が半分ぐらいでした、じゃあ、5人以下の方、やっぱ5人以下ですかね、0って方いますか あやっっぱりいいいらっしゃまますすすかかねねありがとううございますどうですか、ね、オンラインの方でもあやっぱりですねあ17という方もいましたね、10とか、まあ、あのやっぱり、まあ、ゼロの方もいますね。で、ちょっと今、皆さんにご質問を差し上げた意図というのが、まあ、これから、えーとですねまあ、日本人と外国人の方が、まあ、隣近所で芝園の団地でどうやって、まあ、関係を築いてきたかってお話するんですけど、いやそもそもですねと、皆さん、隣近所の人とそもそも付き合いありましたっけ っていうところを踏まえて、まあ、ちょっといただきたいなと思って、まあ、それをちょっと皆さんにこう思い返してみていただく機会としてこのご質問を差し上げましたじゃあそれを踏まえてですねじゃあなぜ芝園団地で日本人と外国人の方のコミュニティ形成が難しいのかというその背景の部分からご紹介していきたいと思いますで先ほどの通り日本人と外国人の方の間に、まあ、共存が築けたとしても芝園団地では まあ、お年を召された日本の方と若者の外国人という構成なので例えば子育てを通じて出会わないとか生活時間帯がやっぱ違うとかっていうことで隣近所に住んでるぐらいではなかなか人間関係できないっていうのが実態なんですねでそこで芝園団地では日本人と外国人の方の間をつなぐ、まあ、第三者の力を借りてきましたで私がその団地に住み始めた時に3つのないがあることに気付いたんですね 1で一つ目が住民の共通項がとにかく少ないんです生活習慣が違うとトラブルになりやすいトラブルを抱えた人と関係を築きたいってあんまり思わないですよねで文化言葉が違うとコミュニケーションがしにくいとでさらに世代様であるで今日、まあ、ご参加の皆様の中でご自身と まあ結構離れた世代の人と知り合いがたくさんいるって方そんなに多くないと思うんですね例えば20代の方が80代の知り合いたくさんいますかってことですし80代の方が20代の知り合いたくさんいますかってことだと思うんですつまり別に日本人同士であったとしても世代差があれば人間関係できにくいはずですよねでいわんやお年を召された日本の方と 若者の外国人という人口構成なのでやっぱり人間関係できにくくて住民の共通項が少ないということは隣近所で住んでるぐらいではなかなか人間関係ができにくいっていう、まあ、状況があったってことですで真ん中のマンパワーもアイデアもないっていうのは例えば私がこう所属していた芝園団地自治会は最大で32名の役員がいたそうですで私が住み始めた2014年には役員が7名でした で年代も80代が2名70代が1名60代が2名で50代が1名30代の私だったんですねでやっぱりお年を召されて担い手が減る中で新しいことを始めるにはどうしても腰が重い状況がありましたし、まあ、自治会町内会って年間スケジュール結構決まってるので新しいことを始める余力がそもそもないマンパワーがないわけですねアアイデアもないといとうのは あのこの団地に住んでいらっしゃった、まあ、日本人の方が外国の方とコミュニケーションを取ることに慣れてる人ばかりじゃないわけですでだから外国の方が増えていく過程で、まあ、何していいかよく分かんないから遠巻きに見てましたっていうのが私が住み始めた当初結構聞いた話ですでアイデアもないでさらに、まあ、お年を召された日本の方と若者の外国人をつなぐような若者の日本人もいないとでこの3つのないがあったのでいやこれ 関係築くって言っても結構難しいよねって思ったのが、まあ、2014年の当時の私の率直な感想でしたでこれポイントの2つ目なんですけど多様な背景を持つ人々の間というのは人間関係が自然とできにくくありませんかって話ですこれどういうことかっていうと皆様のお知り合いをちょっと思い返してみてください同じ小学校中学校高校大学出てる方でその中でも、まあ、同じ部活サークルクラスだった人が多いと思うんですね で社会人になると同じ会社に入ってしかも同じ配属先だったとか、まあ、例えば近隣で子育てしてて、まあ、出会ったとかで普通は自分と相手との間に何かの共通点がある同じ学校出身だとかでその共通点がきっかけになって人間関係って自然とできていくわけなんですけど多様な背景を持つ人々っていうのは言い換えるとこう共通点が少ない人々なんですね。 ですからこう隣近所に住んでるぐらいでは見知らぬ隣人になりやすいという,こう構造的な要因があるとでそういった多様な背景を持つ人々の間というのは意識的にやっぱ出会う機会を橋渡ししてかざるを得ない状況があるのではないかということなんですでこれ遅延という言葉辞書で調べてみました、まあ、自治会は遅延団体とも呼ばれます でそこには住む土地に基づいてできる縁故関係って書いてあるわけですねこれ2つの事実に分かれてるってとこが重要だと思ってます、まあ、どっかに住んだという事実どっかに住んで出会って縁故ができたって事実だと思うんですねでそうするとこれやっぱり地域に住み始めたとしても出会わなければ遅延は生まれないわけなんですねでじゃあ芝の団地で日本の方と外国の方が出会いそうな場所っていうのを挙げてみました まあしかし、なんですね世代の違いがあって小学校、中学校、幼稚園、保育園、スポーツ少年団つまり子育てが共通点にならないんで出会いの場所として消えちゃうんですね。で地域のちっちゃな商店って、まあ、なんとなくこう顔見たことある人がいるなみたいな感じになりやすいと思うんですけどあのお年寄召された日本の方にお話を伺ってみるとあのアジアの物産展とか使いますとかって聞くとですね、まあ、今更別に新しい香辛料とか。 ああ別に使いたいわけでもないしねってやっぱ言われる方が多いんですねでそうするとやっぱ好みの違いっていうのが出てきて地域のちっちゃな商店も出会いの場にならない公民館にクラブあると思うんですね、まあ、しかしやっぱりですね、まあ、一部芝園団地の中には日本人と外国人の方入ってるものもあるんですけどお年を召された日本の方と若者の外国人が一緒にやってるようなものはやっぱ現実的には少ないこれ、まあ、世代の違いなのか趣味の違いなのか分かんないですけど消えちゃう で自治会で私がの知る限りですけど中国の賃貸物件には日本の自治会と同じような制度っていうのはないそうなんですね柴園団地賃貸の物件ですから、あのー、やっぱりですね説明しても入ってくれる方ももちろんいるんですけどな,なかなか入ってもらえないこう制度の違いがあって自治会も消えちゃうということで,で最後に地域の出会いの場として残りそうなのは地域の日本語教室なんですねし、まあ、しかしなんですよじゃああ 同じ,同じというか、まあ、その結局全ての外国の方が日本語教室で学びに来るわけじゃないし地域の日本人の方が全員学びにあ教えに来るわけでもないとつまり日本語教室は出会いの場としての役割はあったとしてもあのその機能は極めて限定的であるというのが整理していった結果なんですねでいろいろこう考えてた結果としてや,やっぱり 隣近所にさまざまな違いがある人が住み始めるといやそもそも出会う機会さえないというのがあのこれが実際多分コミュニティ形成が難しい一番の要因ではないかというふうに思ってますじゃあその難しさを踏まえて芝園団地は何してきましたかっていうお話ですであの日本人と外国人の方の間をつなぐ第三者の力を借りながら、まあ、両者の関係づくりをこう進めてきたわけです で当時、私が3つの苗の解決策を考えてみようと考えたんですねでか1つ目が住民の共通項が少ないのであればとにかく外国人の方に自治会の役員をやってみてもらおうとでそうするとまず私がわからないことを質問できるしでさらに通訳とか翻訳とかお願いできれば、まあ、多少は共通項が少ないところを補えるはずであるとでマンパワーもアイデアもないならいやもう自治会だけじゃできないという意味なので、まあ、地域の、まあ、例えば UR とか まあ市役所だとか商店会とか組織にもっと協力を求めていこうとで若者の日本人がいないんだったらとにかく外から連れてこようというふうに考えて、まあ、そのこうアイデアをです、ねまあ、開かれた自治会構想というふうにまとめて、まあ、これに基づいてまあ10年近く活動したわけです。本当難しい話じゃなくて左下にある地元の組織と 協力しましまょう商店街市役所 UR とかですねで右下にある地元外部のアート団体とか日中友好協会だとかそういった人たちとも協力しようとで真ん中の下にある地元外部の学生と共同しながら日本人と外国人の関係づくりを、まあ、進めてみようという構想でしたで、まあ、これ自治会に関わられてる方はよくお分かりだと思うんですけど自治会町内会というものは そこに住んでいる人々が自分たちの力で自分たちの地域を良くしていこうという団体ですから基本的には外部の力借りたがってないんですねでただしなんです先ほどご紹介したようにやっぱりまあ担い手が減少してお年を召されてくる中でそこに住んでいる人たちだけではできないことわからないことが増えているケースもあると思いますでそういった時はもっと外部の人たちの力を借りるで自治会の窓を外に開いて まあ、新しい風がそこから地域に吹き込んでくればきっと、まあ、日本人と外国人の関係づくりのような新しいこともできるんではないかと、まあ、自治会をもっと外部に開いていこうというふうに、まあ、勝手に構想してみたわけです。で、うよ曲折減るんですけどあのー、2015年の2月には芝園架橋プロジェクトっていう学生ボランティア団体が立ち上がりました。で、今では、まあ、彼女ら 彼らの力を中心にして、まあ、両者の関係づくりを進めています。で当時、なんで学生巻き込んだんですかってよく聞かれるのでそれもご紹介しておくと、まあ、私が住み始めた当初、日本の方に、まあ、私が話をした日本の方はいやなんで、ね、で外国人と交流しなきゃいけないんだと言うわけですよ。で、私は2014年に住み始めて2012年に通訳を置いているので、まあ、私が住み始めた当初というのはだいぶ、まあ、あのトラブル自体は減ってたと思うんですね。でただ やっぱり2010年頃とかがひどかった一時期なので、まあ、数年前5年前ぐらいの記憶ですからやっぱまだ生々しくですね元から住んでる人の記憶の中にやっぱそのトラブルの記憶というのが残っていていやもう外国人は迷惑だからとにかく静かにしててほしいみたいな話をこう言われてなんで交流するんだって言われるわけですまあそれもしょうがないかなと思ったんですねで外国の方にお話聞いてみると外国の方の身になって考えてみれば確かにそうで まあ異国の地に来て隣近所に住んでるだけの見知らぬ日本人なんですね。しかも世代差があると。何話したらいいんですかって言われるわけですよ。確かにただの見知らぬ隣人なんだよな。日本人は迷惑な隣人とまあ感じてるんだよなって。これを聞いてですね、私、これね、どっちも別に間違ってないと思ったんですね。ただじゃあちょっと 外部の若者が地域に来てくれるようになったらどうなるだろうかって、まあ、勝手に考えてみた結果としていや日本のお年寄された方でも、まあ、孫世代ぐらいだったらまだきっと可愛くて受け入れやすいんじゃないかとで外国の若い世代の方からしてもやっぱ近い世代は話しやすいはずであるとつまり外部の若者、まあ、大学生ぐらいが来てくれるようになると、まあ、お年寄された日本の方も参加しやすく、まあ、若い外国の方も参加しやすい。 まあそんな場作りが、まあ、きっとできるんではないかというふうに考えて、まあ、学生を巻き込もうとしていったという話ですで学生のまあ活動を紹介する前になんですけどちょっと皆さんに考えてみていただきたいことがあるんですねこれ地域の夏祭りというのは交流の場とよく言われると思いますではですよと皆様と皆様が夏祭りにご参加された時にそこに参加してる見知らぬ人に声かけますかってことなんですよ どううでしょうかと声かけるよって人います、まあ、普通はいないですよね。<laughs> いないと思うんですよ。で私が見てる限りやっぱり地域の夏祭りとか地域の一般的な交流の場というのは見知らぬ人同士の出会いの場になってないんですね。 で私たちは、まあ、自治会として見知らぬ外国人の方と出会って関係を築いて一緒に地域づくりしていくようになりたいのにこの夏祭りとか一般的な交流の場地域でいくらやっても出会わないってことに気づいたんですでそこで学生が始めてくれたのが多文化交流クラブという取り組みでしたで本当に難しい話ではありません一つの場に日本人と外国人の方が集まって一緒に作業したり 考えたり話したりしながら、まあ、関係を築いていこう顔見知りになっていこうという場作りですでこの写真は今日本人と外国人の方が一つの場に集まって地域のイベントを何したらよいだろうかと企画の段階からお話ししている写真になります、まあ、そこで話をしながらすいません写真がちょっと割れたんですけどあの持ち寄りのランチ会やってみようだとか中国の方が先生になって中国教室やってみようだとか えこれも折り紙とか切り紙とかしながらですね顔見知りになってみようとかそんな作業をしながら顔見知りになってみようそんなことしてきましたでこれまで日本人と外国人の方の間にやっぱり出会いの場がなかったわけです外部の学生が来てくれるようになってその場が一つできましたでそうすると例えば出会いの場で出会いますで何が起きるかっていうと後日敷地の中でたまたま出会ったときに声かけられるようになるんですね あこの前ありがとううございましたって言えるるよになんですでそうするとそこで立ち話ができるようになるんですねで立ち話ができるようになるとどうなるかっていうといやこれ今度参加してみないとかこれ今度協力してよってお願いできるようになるんですねで徐々にやっぱりそういうことを積み重ねていくとあじゃあ来年度の自治会の役員やってみませんかってお願いできる関係に発展していったってことなんですでこちら2014年度の自治会役員7名の写真です外国出身者の方はゼロでした でこちらが2022年度の自治会役員の写真ですで役員9名います9名全員は写っていませんで、外国出身の方は4名になりましたで、出身国もガーナバングラデシュ中国ということで多様化してきましたで、私はもう辞めちゃってるんですけど2023年度は8名のうちの今5名が外国出身者になってます まあこれごくごく当たり前のことだったんですけど外国出身の方であっても別に出会う機会があって気があって一緒に何かやってる間に別に自治会の役員やってくる人出てくるわけですね。まあ、ただこれがポイントになってくると思うんですけど これまでの地域社会、今までの地域社会というのは例えば先祖代々と同じ土地に住んでるからまあおじい様、おばあ様からお孫さんまでみんな知ってるんですとかまあ例えばまあその小中高とか出て地元に戻る方が多かったら昔からの知り合いが多いだとかニュータウンだと子育て世代が一斉に引っ越してきて子育てを通じて出会うとか地域社会の中に自分と相手との共通点が多い人がたくさんいたので自然と知恵が生まれたと。 しかし多様な背景を持つ人が住み始めるとやっぱり共通点が少なくなっちゃうんですね。出会わわないわけですで。だから意図して出会う機会を作ることができれば別にそこで気が合う人と一緒にやっていける可能性が生まれてくるというとこなんだと思うんですね。 でお互いに協力する関係を共生と、まあ、定義した場合に日本人と外国人の方の間に、まあ、共通点が少ない場合もあるかと思いますでそういったときはやっぱり第三者の力も借りながら、まあ、少しずつ共生の取り組みを進めていく必要があるのかなというのが芝園団地の経験から言えるかと思いますで、まあ、先ほどのです、ね、地域における多文化共生の定義の中で対等な関係を築こうとしながらというとこちょっと考えたいわけです 対等な関係というのは多分、まあ、一緒にこう何か話し合いながら、えー、一つのものを作っていくようなイメージだと思うんですけれども地域社会何が起きているかというといや対等な関係を築くとかそういう前に出会わないんですねもうその前の段階で止まっちゃってるっていうのが現実の問題としてあるわけですでやっぱり総務省の,この定義っていうのは日本のやっぱ地域における多文化共生の、まあ、理想の姿だとは思うんですけど互いの文化的違いを認め合うことも 対等な関係を築くことも現実の問題とやっぱり少し若干の乖離があってその乖離の部分をどうやって埋めていくのかということをしっかり考えなければいけないいいような状況が続いているというのが現実の問題としてあるということに触れておきたいと思いますでさてと、まあ、こういうお話をしてくるとですねいやー外国人の方が隣に増え始めると大変ですねっていう反応をされる方がいらっしゃいますでちょっとここで考えたいのは 日本人同士そもそも強制してましたっけって話です先ほどですねこれ皆様に考えていただいたまあ50人という方もいらっしゃいましたけども隣近所とつながりありますかって聞かれてあれ私って強制してましたっけってちょっと思った方はいないですかねちょっとこれ2つの事例をちょっと挙げたいんですけど1つ目 2016年に話題になった、まあ、例なんですね、これ、挨拶禁止の告知,をり出すあ、まあ、告知を出すって話なんですで。あるマンション内で挨拶禁止にしてほしいという若い子育て世代からの要望がありました、なぜか、あのー、子供に知らない人に挨拶されたら逃げなさいって教えてるんですと、で、マンションの人、どの人が知り合いかどうか分かんないから、もう挨拶禁止にしてほしいっていう話が出たんですね。そしたらシニア世代の方も あ挨拶しても返事がないから気分悪かったんですといいよということで挨拶禁止の告知を出すことが、まあ、同意されちゃったわけですね今度出すんですっていうのは話題でしたでこの話ですね、まあ、皆さん賛否はあると思うんですがじゃあマンションの人がみんなあ顔見知りかつたらそんなことはないでしょうしかといってじゃあ,まあ若い子育て世代の親御さんが、まあ、お子さんにですね見知らぬ人に挨拶したら逃げなさいと いうことが無理もない時代が徐々に近づいてきてるというのも、まあ、なんとなくわかるんじゃないでしょうか、まあ、つまりこれって挨拶禁止の告知出すすことと自体はは理屈としてはもうう通っちゃうわけですねでそう考えていくといやー日本人ってそもそも強制してましたっけって私なんか思うわけです。次の例 これが2016年にやっぱ話題になったんですけど、近隣に保育園を作るな問題というのがあったんですね。これ閑静な住宅街に保育園を作ろうとしたら、近隣の住民が強く反対した。反対した理由というのはま、まず道路が狭いから危ないというのもあったそうですけど、やっぱうるさいというのもあったわけですね。保育園は開園中止に追い込まれちゃったわけですね。これ、私が当時テレビを見てたときにまあコメンテーターの方、いろいろ言ってたんですけど、大体大きく3つぐらいにこう分けられる話をしてました。つ目が いやー日本人は本当不快になりましたねってお話でした。で、二つ目が、もう最近の人はもう忙しすぎて、こう周りの人に気使えなくなってきたんですかねという話。で、三つ目が、自分が子供だった時のことを忘れて、まあ何ともこう保育園作るなんてひどい話だ。大体いいこの三つぐらいに対別されてたんですけど、で私もその話聞いてて、あ,あまあそうかなと思ったんですけど、ちょっと自分に置き換えて考えてみようと思ったわけですね。で、自分に子供がいれば、まあ別に保育園作ってほしいと。 姪、まあ、や老いのためでも保育園作ってほしいしまあ子供の友達の子供のためでも作ってほしいとじゃあでも自分からどんどん離れていった人を考えて見知らぬ人の子供のためにまでもろ手を挙げて賛成できるかっていうのはちょっと私も立ち止まったんですね なぜかっていうと、私がここにが閑静な住宅街だと気に入って住んでたとしますと。で、まあ私は今働いて外出たりしてますけど、もしかしたら一日中家にいるような時期があるかもしれないと。でそうすると閑静な住宅街気に入ってて、まあある日保育園ができて、まあ日中うるさくなって、毎日うるさくなったら、いや、それは確かに、ちょっと諸手を挙げてさせって言えるかなって私はちょっとやっぱ立ち止まったんですね。で、この話って、いや、人間が不寛容になったと。 いう話はあるかもしれませんと。ただその保育園に通う人たちが全く見知らぬ人の子供たちばっかりになってるような地域になってるとしたらそれって私たち人間にとって見知らぬ隣人って何だろうってことを問いかけられる時代が来てるんじゃないのかとでそうやって考えていくといや日本人どうしてそもそも共生してましたっけって私なんか思うわけですね。 でこれは全国600団体の自治会の加入率の推定の総務省が発表していたのでご紹介したいと思います2010年 78%2020 年71.7%ということで、まあ、10年間で6.3%減少したんですかねで、まあ、自治会町内会ってやっぱり近隣の人が所属している団体ですから、まあ、それなりにこう関係性があるものだと思うんですけど、まあ、こういった参加率、まあ、加入率の減少っていうのはやっぱり隣人の希薄か 隣人関係の化を表してると思うんですでそう考えていくと、いや、日本人同士ってそもそも強制してましたっけもしくは強制しにくくなってませんかっていうことになってくるんじゃないかなと思ってますで。さらにもう一歩踏み込んで考えなきゃいけないのは、じゃあ、日本人同士が強制してない。 もしくは共生しにくくなっているのに外国の方が住み始めたときになぜ多文化共生隣近所の多文化共生は可能になるんだということはやっぱりちゃんと考えなければいけないテーマだしどうやったらそれが可能になるのかっていうのは具体的にちゃんと取り組んでいかなきゃいけないテーマではないかというふうに私は思っているわけです、まあ、さてということですね、まあ、最後のまとめに入りたいと思いますで1点目です。まず、 共存に至って初めて共生に進めるということだと思いますでこれ皆さんの,の隣近所に日本人の方がまず引っ越してきたと想像してくださいその日本人の方が夜11時12時まで爆音で音楽聴いてて自分が寝られないと思ったらそんな人別に日本人だからって関係気づきたくないでしょとでつまり日本人であろうと外国人であろうと隣人がまあ やっぱりこう最低限の部分に関してはお互いに静かに暮らせるような状況っていうのは気づかなきゃいけない社会の土台のはずなんですね。これは当たり前であるということだと思います。最低限の部分ですよ。で、ただ一方で共存できたからといってじゃあ勝手に共生に向かいますかっていうと日本人と外国人の方の間にさまざまな違いがあると、まあ、どうしてもやっぱり人間関係が気きにくいときがある共通点が少ないからなんですね。でそういった時は第三者の力も借りながら まあ地域社会でそういった取り組みを進めていく必要があるんじゃないかと思っています。でこれ、2010年に発表された論文というのがありまして、えー、外国の方が住んでいる10個の団地を比較した論文がありました。でそこには問題の表面化時期というのが書かれていて、小規模な団地の場合は外国の方の割合が10%程度、大規模な場合は3%から5%ぐらいになると問題が表面化してくると書かれていますで。取り組みの開始時期も、 外国の方の割合が10%未満の段階から外部支援も含めて具体的に取り組むことが望ましいって書かれてるんですね。でこれ、まあ、まあ、端的に多分私なりに説明するとやっぱり外国の方が一定数、まあ、隣近所にある地域に増えてくるとその違いを隣近所で経験する人々が増えてくるんだと思うんですね。 でそうすると地域社会全体としてトラブルが増えたねってなりやすい時期っていうのがやっぱりある一定の割合であるということとり取り組みの開始時期も外国の方の割合が少ない段階から自分たちだけではなくて外部の支援も含めて具体的に取り組むことができれば、まあ、共存も共生も取り組みやすいということが研究からも言えるのではないかということなんですで。2点目なんですけども、これ特殊に見られがちな外国人集中地域という話です。 この芝津の団地にご関心を寄せる方というのは大抵2つの質問をします1つ目がどんな生活トラブル起きてますかという話で2つ目が日本人と外国人の方どうやって関係築いてますかと大抵この2つに対別されるんですねで私がこの団地に、まあ、2013年から関わり始めて10年経って思うことはこの母国との違いによって起きていることというのはこの団地で起きていることの本当氷山の一角であるということなんです で、まあ、外部の方々が知りたいことって何かっていうと、いや、外国の方が増えて、迷惑な隣人増えてませんか、どうしてるんですか。外国の方が増えて、日本人と外国人の方が見知らぬ隣人になってるけど、どうしてるんですかって、この二つの隣人の話だと思うんですね。で、でもですよと、といや、この二つの隣人の話って、いや、日本社会の都会の暮らしの現状じゃないんですか。もしくは、そうなってませんかって話なんです。まあ、ちょっと先ほどご紹介したような、挨拶禁止の告知の話。 いや日本社会強制してましたっけって話ですし、まあ、最近テレビとか、まあ、報道を見てるといや日本人同士のこう隣近所、まあ、日本人同士か分かんないですけど隣近所の生活トラブルってもういろんなところで起きてますよつまり都会の日本の暮らしそのものが共存もしくは共生しにくくなってるもしくはしてないんじゃないんですかとじゃあ何で日本社会がそうなってきたのかって考えていくと先ほどご紹介したような 近隣に保育園作らないや私たち人間にとって見知らぬ隣人って何だろうってことを問われる時代が来てると昔はあ地方から都会に人が移動してきて現在は海外から日本にいらっしゃる方もいらっしゃるこれだけ隣近所の人がどん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 入れ替わればそれは見知らぬ隣人増えていくわけでその中で、えー、私たちが見知らぬ隣人って何だろうって問われてる状態の中で日本社会の都会の暮らしの 共存も共生もしにくくなってきているっていう現状があるわけですね。これも日本社会の土台としてそこにあるわけですそこに今外国の方がいらっしゃるとどうなるかというと日本各地で起きているような、まあ、共存共生しにくくなっているもしくはしてない現状が日本と母国の違いがはっきりしている部分があるがゆえに、まあ、より色濃くよりわかりやすくより見えやすくなっているのが外国人集中地域じゃないんですかとよく申し上げています。 でやっぱり外国人収中地域って何か私たち、まあ、あの普通に暮らしている人々の社会と隔絶された特別なことが起きている場所だみたいな風にこうでしかしやっぱり問題の内容を見ていくと日本各地で起きているような共存も共生もしにくくなっているような課題の延長線上に置かれる場所ではないかという風に思っています。でまあ何を 申し上げたいかというとですね、いや外国人集中地域って結局自分自身の隣近所を見つめ直す鏡のような場所だってよく申し上げてるんです。でなぜかというとですね、本日のお話聞いていただいて、いや外国の方が隣に来ると増えると大変だねってんじゃやっぱりもったいないわけで、やっぱりご自身のまず隣近所そもそも共存共生してるんですかとで。なぜそれを問うかというとですね、ある日外国の方がいらっしゃったとします。ご自身の隣近所に。 日本人同士でできないことしてないことは外国の方が来たからといって急にできるようになるはずがないんですねでやっぱり今皆さんがご自身の隣近所で共存共生してるもしくはしていこうと考えてることが外国の方を受け入れる時の土台になるはずなんですねそれがあるからこそ、まあ、外国の方との取り組みも進められるはずだと。なので、まあ、決してですね何かこう外国人集中地域って皆さんの隣近所と隔絶された場所ではなくて あくまでもご自身の隣近所を見つめ直す鏡として生かしてほしい場所だなと思っています。さてと。で、実はですね、私昨年の7月に書籍を出版しておりまして、まあ、外国人集中団地っていうですね、題名です。で、全国5つの外国人集中団地での共存と共生の実態を整理して、さらに日本社会の共存と共生を問う一つの視点も提示させていただきました。 で隣近所の多文化共生の推進に、まあ、資するような処方箋も提言しておりますので、まあ、よしもしよろしかったらぜひお手に取っていただければですね嬉しく思います、はい、で、えー、本当の最後にお伝えしたいことになりますで1点目なんですけど、えー、私、ですねこの芝園団地に2013年から10年以上関わってきて、まあ、隣近所の多文化共生を進める鍵って何だろうってずっと考えてきたんです。でその鍵とと私が思うこと 考えてきたこととをお伝えしたいと思い思ますで私はれ何かっていうとですね本日のお話を日本人と外国人の関係を作るみたいに考えるとちょっと分かりにくくなるんですけどいやそもそも皆さんと隣近所の人と本当に関わりたかったんでしたっけと別に誰,誰と国籍関係なくてもですねでそうって考えていくといや別に私隣近所の人と関係なくていいんですと。 静かに暮らせればいいよ共存だけしたい人がいてもいいはずなんですで強制したいよって人がいてもいいはずなんですでしかし今多様な背景を持,ち持ってる人々が住み始めるとやっぱり隣近所の人々が共通点が少なくなって強制したい人たちでさえも出会いにくい状況が生まれてますでだからこそ隣近所で出会いの場作りを進めていくことによって強制したい人たちが出会えて住みやすく 共存だけしたい人たちも住みやすい。まあ、そういうような緩やかな共生っていうステップを作っていく必要があるんじゃないんですかって申し上げています、まあ。つまりなんですけど、共存は隣近所で暮らす上の最低限の部分に関しては、やっぱ社会の土台とし,土台としてちゃんと築きましょうということだと思います。で次に、出会いたい人たちが出会えるような緩やかな共生っていうステップも作りましょうと。 で、緩やかな共生を進めていくと、いや、隣近所で関わるって結構いいねっていう人が増えていけばですね、まあ、自然と共生のプロセスに向かうはずなんですね。まあ、つまり、共存から共生に何かこう社会がドンって向かうんじゃなくて、共存、緩やかな共生、共生というこの3段階ぐらいのステップを踏んで、社会が徐々に共生に向かっていくような方向を作ることができるんじゃないかなと思ってます。で、2つ目なんですけど、 でまあ、本日のお話ですやっぱ多文化共生ですから日本人と外国人という,ふうなやっぱ枠組みになっちゃうんですけどじゃあ、ですねと皆さんの隣近所に外国の方がいらっしゃらなかったら隣近所の多文化共生一生縁がないのかと、まあ、こういうふうになっちゃうわけですよで多文化共生って別に外国の方が来なきゃいけないっていう話は多分私ないと思っててその種になるものって何ですかっていうと、まあ、再三です、ね、今日の発表でもあの強調してきた違いなんだと思うんです。 別に私たち一人一人に例えば親と違いがある子供と違いがある友達と違いがあるパートナーとも違いがあるでそういった違いをどうやって受け止めて、まあ、お互いうまくいい関係を築いていくかっていうのが根本的なな問題んんだと思うんですねそれが外国の方だとその違いがはっきりしている部分があったりとかこれは想像してなかった違いがあるねっていうところだと思うんですけどそれに対処していくというか違いを受け止めてやっていく。 前段階ってやっぱり私たちの日常にあるはずでそれを無視してですねいきなり外国の人とだけ多分か共生できるなんてことはありえないと私は思ってますだからこそご自身の、まあ、今日帰っていただいてですねあパートナーの方と違いあったなとかいやご両親とあったなとかお子さんとあったなとかってその違いを受け止めてまあご自身の,その日常生活の中でどうやってまあ いい形に持っていけるかってことを考えていただくことが結果として隣近所の多文化共生を進めていく、まあ、一つの種になってくるのではないかと思ってますでまた実はさてということで,ですねこれ本当の最後になるんですけど実は私昨年の12月にあの書籍もう一冊出版しましたで「団地と共生」っていう題名であの10年間私が芝園団地に関わってきた体験を通じて、まあ、チャイナ団地と揶揄された芝園団地の実像に迫った一冊です これ隣近所の多文化共生の限界と可能性に私自身が挑戦してきた2000日の記録でもありますで外国の方が集中する事実が私たち自身にもたらす影響とは何かということを私の視点から綴ったものですであのやっぱり外国の方の多い地域の報道というのがどうしてもこうです、ね、いい報道か悪い報道という形で結構両極端なんですね でもまあ、住んでみて思うことは、いや、その間をやっぱりこう、いろんなことが起きているよっていうのが本当のところで、やっぱりなかなかその外国人集中地域である芝園団地の実態、実像が外に伝わらないというところに、まあ、私の問題意識があって、もっとその外国人集中地域の解像度を上げたい人にぜひおすすめしたい一冊だと思っています。まあ、よろしければぜひ手に取ってみてください。まあ、以上、簡単ではありますが、私からの発表とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 岡崎さんありがとうございますそれ,それではこれより質疑応答に入りますあの会場参加の方で質問がある方がいましたらスタッフがセミナールームおりますので質問用紙をお渡しくださいそれではあの先にオンラインの方質問の方からしたいと思いますまず一つ目の質問なんですけど東京の高島平団地松戸市の時和平団地など 類似もしくは参考にした事例はありますかという質問が来ております岡崎さんお願いいたしますご質問ありがとうございます あのー、私が取り組みを進めていく上で、当然高島平の取り組みも見ましたし、えー、松戸の常盤平もあの行ったことがあります。で当然、あの例えばあ愛知にある保美団地行きました。山梨にある山王団地も行きましたし、まあ、そういった各種の外国人集中団地とかを、まあ、拝見しに行ったこともあります。まあただ あやっぱりその直接的に何か参考にしましたかと言われるとあのこれ答えとしてはしてないになりますでなぜかっていうと結局これってそこに住んでる人々の属性によることに属性の問題なんですねどんな人がそこに住んでるかそれ外国人って私たち一括りで言っちゃいますけど当然仕事も違えばあ在留資格も違うし 多分その国も違うと習慣が違ったりしてるので何かこう共通する事項があるかって言われるとどうも話を聞いてると必ずしもそうでないともちろんだから出会いの場を作るとかそういったその大きな概念のところではああやっぱやってるんだなってんで参考していった部分ありますけど何かこの具体的な取り組みでこれをやりましあそこがやってたからこれをやりましたっていうのはないですねやっぱそこに住んでる人々がどんな方が住んでいてどんなあ風に暮らしているか。 というのをちゃんと見ないと、多分他のところのそのまま持ってきても当たり前なんですけど、それ日本人の方に対しても多分そんなもの、うまくいかないし、まあ、外国の方であっても当然、いろんな違いがあるんで、うまくいかないということですから、参考にはしましたけど、具体的にそこから何か、具体的なものを取ったというよりは、ああ抽出してあ、やっぱり交流の場が必要だねとか、トラブルは改善していくべきだねっていうところを参考にしたという言い方が正しいですかね。はい、ありがとうございます それではもう一問オンラインから質問いたします、えー。日本の公立学校においても外国人生徒の数は近年増加していると考えます。多文化化化が進んでいる教育現場において外国人生徒が排除されないためにはどのような政策や行動が必要となると考えますかという質問をいただきました。 ごご質問ありがとうございます私自身あんまりあの学校教育の方にはちょっと疎いので隣近所の多文化共生しかしてなかったから、まあ、はっきり分かりませんが、まあ、よくその見かけるところとしてはやっぱりですねそのこう母国語を話せる教員を教員というか方を配置して、まあ、最初どうしても日本語を覚えるまでに時間がかかる、まあ、ちっちゃな 児童たたちのために最初の部分はそこを保償っていうかちゃんと支援して、まあ、日本語を覚える時間っていうのをちゃんと作ってあげるで母国語でも学べるようなことをするっていうのは結構大事だと思いますであとまああのー、私ちょっとヨーロッパにもいたことがあるのでそこで見てきた話ですとやっぱ母,母国語を学ぶ母語保障っていうんですかね母語を学ぶ機会っていうのも やっぱ将来そうしないとやっぱり、まあ、要は日本の、まあ、もちろん日本のことだけをこう学んで出てくっていうのも一つのあり方だと思うんですがやっぱりその2つルーツもしくは3つとかいろんなルーツがあるところをどうやって自分の強みとして生かしていくかそれを誇りに思えるかっていうのは一つ母語を学ぶっていうところにもあると思うので、まあ、今すぐそれが必要だということではないのかもしれませんが日本がもっと将来多文化に開かれた社会になっていく時には 母語を学ぶ機会をしっかりと作っていくってことは、まあ、一つの視点としてあるよかなと思ってます。はい、こんなところでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、あの会場の皆様からも質問をたくさんいただきましたので。会場の方から質問をお読みいたします。えー、最近は通訳に翻訳機などテクノロジーは利用されているのでしょうかという質問です。お願いいたします。 ご質問ありがとうございます。えっと私が見てきた限りですけど、芝園団地で翻訳機を使ってるのは見たことないですね。あの、ただまあ自動翻訳の技術っていうのは今すごく上がってるそうなので、まあ、将来的には多分そういったものがもっと導入されていくんではないのかなとは思ってますが、まあ、やっぱり機微な部分だと。か 伝わりにくい部分っていうのは、やっぱ通訳の方が、多分その斟酌して、うまく訳して。伝えてくださっている部分もあると思うので、まあ機会がどれだけこう成長していくかっていうところとの、まあ。バランスの問題になってくるんではないのかなというふうに思います。ありがとうございます。それでは、あの、たくさん質問いただいておりますので、続けてお願いしてもよろしいでしょうか。 学生たちが作った交流の場にはどのようなものがあったのか、具体例を教えてくださいという質問です。あの学生たちがやってく,ださやってくれたです、ね、そのあの交流の場は、まあ、先ほどご紹介したような、まあ、例えば、まあ、持ち寄りでランチ会やってみようだとか。 あ中国人の方が先生になって中国教室やってみようだとか、まあ、他にも、例えばあ、対極拳を中央の広場でやってみようだとか、まあ、人が要は集まる場をどう作るかっていう話でしたね。で他にもなんか科学実験やってみようだとか、まあ、とにかく学生だから結構好きなようにですね、いろいろ考えてくれました。でまあ やっぱりその氷の場も大事ですけどまあその前のやっぱ一緒に話をしていろいろ考える企画をするっていうところも結構大事だったかなというふうに思います以上ですありがとうございます、えー、続いての質問なんですけど、えー、まあ岡崎先生は自治会事務局長をされたんですけど、えー、柴田の団地の自治会事務局長はどのように就任したのかということですあとまたそれはボランティアなのか、えー 職業なのかという質問が来ております。はい、あのご質問ありがとうございます。えっとまず自治会はボランティアです。完全ボランティアです。はい。で、事務局長に関しては、まあ私2014年に住み始めてまずえっと自治会の役員すぐになって防災の副部長をやって翌年に防災部長になって2016年に文化部長になって2017年に事務局長をやるんですけど。 ちょっとあの前その年の,その前年の会長がまあちょっと亡くなられて、もともと事務局長してた方が会長に上がったんですね、それであの会長に上がって、事務局長、誰やるんだって話になったときに、あ岡崎でいいんじゃないのって感じで、分かりましたみたいな感じで上がっただけなので、なんか私がこう意図的にやったっていうよりは、たまたまそうなったっていうのがまあ,本当のところでありますはいありがとうございます。それでは えー、会場の質問続きましたのでオンラインからの質問の方を読ませていただけます私は池袋に住んでおりここも同じチャイナタウンになっていると思いますそのような都市部においてもこの団地での理論教,教訓は同じように適用できると思いますかまた池袋は日本人の若者大学生が多いのでより第三者の支援を獲得でき共生がしやすい環境であると思いますかという質問です あのー、あのご質問ありがとうございますえっとですね都市部でその要は団地のようにもしかしたらあある一定区域に集中しているわけではなくてまあ結構そのいろんなとこに暮らしているケースという風なご質問だと理解すれば三重しているケースの方がやっぱり難しいかなとは思いますただそのどの程度だからやっぱり ああ、その一定の区域に住んでれば、まあ見やすい、見やすいっていうかその一定の区域にいるから取り組みしやすいってやっぱり理屈はあるような気がしてるんですね。で、ただまあ池袋であればある程度そのチャイナタウンみたいな形で、えー、チャイナタウンっていうかその一定地域にいらっしゃるから取り組みは芝の団地のものも、まあ、ある程度参考になる部分はあるかなと思ってます。で、学生が多い方が、あのもちろん あの、第三者として、地域社会に関わってくれる人が増える可能性があるんで、あの、やりやすいかなと思います。あの、芝園団地の、その芝園架け橋プロジェクトは、私、毎年、いつなくなるんだろうと、<laughs> ずっと思ってて、いや、偶然、運よく残っただけの話なので、やっぱそういったことに、まあ、ご関心になる、まあ、本当は大学の先生とかと、まあ、地域社会が、まあ、共同して、一緒にやっていけるような仕組みを、まあ、今後も作れるんであれば、 安定的に学生がやっぱ関わってくれる方がいいので、ああそういったことも含めて、えー、地域社会の方々がご検討いただくのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あとですね、あのオンラインの方から、えー、感想をいただいておりますので、感想を読ませていただきたいと思います。質問ではありませんが、日本人と外国人と区別するのではなく、同じ人間として人権を尊重すべき。 また違いは理解できずとも互いに人間として認め合うことが必要こちらの文化を教えるだけでなく相手の文化も教えてもらい違いを知ることも大切もしかしたら相手の文化により良いもより良いものもあり参考になるかもしれない岡崎講師の考え方に共感できましたという感想をいただきました。はい、ありりがとうううございまます私私も本当にそ思思っってましてし、まあ、ただやっぱり私最近こうよく思うのは あの、これ私自身がそういうタイプの人間だからかもしれないんですけど、どんなに、こう、人で、人に説明されても、どんなに書籍読んでみても、やっぱり本当にわかる瞬間って、自分が体験した時だなって私よく最近思うんですね。で、人権大事だ。その通りです。外国の人ともうまくやっていこう。その通りなんです。でも、やっぱりどこかで自分が、その、やっぱその体験を通じて、 やっぱりそうだねって腑に落ちた瞬間がないとなんんて言ううでしょうねその理屈ばっかりが先行して逆になんかすごく窮屈だな窮屈っていうか本当そうかなって私なんか思うタイプの人間で何かその私たちが人権が大事だ、まあ、外国の人とうまくやっていこう日本人同士だってそうだっていう時にもっと体験的にそれを腑に落ちる瞬間を作ろうとしないと私たちの社会っていうのは多分本当に変わらないんだろうな 私よく思ってますだからやっぱり私も団地に10年住んでやっと分かったとこの話はと、まあ、分かったのか分かってないのかまだ分かんないんですけど正直、まあ、でも何となくこうかなって言えるようになってきた言葉にできるようになってきたのはその10年の体験のおかげなんですねでやっぱそういった人権を進人権が大事だってことを進めていくに上でもですねもっとその人権の大切さを体感できる瞬間をいかに作れるのかということを センターの皆様にも期待したいと思うわけであります以上でありますありがとうございますあのたくさんご質問にお答えいただきまして大変ありがとうございました、えー、他にもたくさん質問いただいておるいるんですけどちょっとお時間が迫ってきま,ましたので迫ってまいりましたのでこれで終了とさせていただきます岡崎さんどうもありがとうございました皆さん拍手をお願いいたします